千葉くん、ヘイジーの一番新しいメンバーですけど、はい、加入のきっかけを教えてください。加入のきっかけは、まずヘイジーを知ったのは、なんか友達のインスタでヘイジーの動画見て、かっこいいなと思って、でライブ行くようになりました。あ、で普通にファンだったんですけど、その後なんか、ツイッターで、ヘイジがなんか、ドラムじゃない、ベース。ベースを、なんか募集してて、おっと思ったんですけども、なんか、あれ、条件みたいな。だいたい30歳ぐらいで、下北、近辺住んでる人だとありがたいみたいな。書いてて、俺どっちも当てはまないから無理だわ、みたいな。思ってたんですけど、なんか、何ヶ月もかにそれが外れてて、これワンチャンあるかなと思って、そう。で、そのなんかオーディション受けたいみたいな話をなんか周りに結構ペラペラしてて、そしたらなんかそれがジュンさんの耳になんか入ったらしくて、なんかジュンさんから LINE 来て、ごめんなさい。LINE 来て、なんか、あさって中津川でライブあるけど千葉くん弾いてくんないみたいな。ラインが急に来て、いや無理っす、みたいな。全然ベースど素人っす、みたいな。で、それは断ったんですけど、そっから、よし、これちょっとマジやるかと思って、で、なんか僕、なんか楽器あんま本当できなくて、なんか、耳コピとかもできないんで、なんか、耳コピしてくれる、なんか、あ、耳コピしてくれる、やつ、アプリみたいなので1曲2000円みたいな、そういうやつでなんかこうヘイジの曲を渡してタブ譜にしてもらって、でそれを1ヶ月練習して、もういいっしょと思って、ちょっとオーディション受けさせてくださいって連絡してオーディション受けました。一発合格ですか？一発合格ではなかったですね。とりあえずなんか次のライブ弾いてよみたいな感じで下北かな、ライブやって、あと何回かその後ライブして、で中津川のライブの時になんか、千葉くんなんかメンバーになってくれますかみたいなドッキリみたいなのがあって、でそれで入りました。